はい、どうも皆さん、マルチミクラホームに所属しているクロと申します。ということで、ホグワーツレガシー続きにやっていきたいと思います。前回はムン先生のとこだね。ムン先生の卒生のミッションというかクエストクリアをしました。なんか夜じゃないと取れない月のやつをね、取りに行く、目くらましの術を使って取りに行くことをしました。で、今回はこちらの動物学の教室に行くということでやっていきたいと思います。まあ、夜なのでね、はい、朝にしたいと思います。はい、ということで来ました。クエスト始めよう。ようこそ皆さん。この授業で学ぶ動物の中には皆さんが知っているものもいるでしょう。でもいいですか、決して甘く見たりしてはいけませんよ。どの動物にも独自の危険があるの。あ、かわいい。それ、適切な対処法を知らない場合はその子ちょうだい。じゃあ休み明けのブランクもあるでしょうし、魔法生物の初歩的なお世話の仕方からおさらいしてみましょうか。いいね、久しぶりだね、こういう授業。今日の授業は新入生を手伝ってもらえるかしら。はい先生。ポピーよろしく。どうもポピースウィーティングよ。さっきの話は気にしないで、先生はちょっと大げさなの。授業で扱う生き物は安全だから。ミスウィーティング、気をつけなさい。パフスケインは舌でいたずらすることがあるのよ。まあそれくらいなら可愛いね。あ、ちなみに甲冑から、このよくわかんない格好になりました。舌には要注意ね。甲冑すごいかっこよくて僕気に入ってたんだけど、顔がね見れないもんで。やめました。ほんとどうする。 T をタップして、動物のブラシでこれか。あ、来た。はい。いい感じ。気分が良くなったはずだよ。あ、俺がやってるかと思ったら俺やってないっけ今。お腹が空いてるみたい。俺がやってんだかと思ったら全然やってなかったわ。はい。じゃあもう一個。どうぞ。ジェラルドにとってどんな味がするんだと思う。めっちゃ可愛い。プリンみたいなもの。めっちゃ可愛いよ。ジェラルドが。なんだこいつ。確かだね。よかった。人懐っこいみたいだ。そう。優しいところが特に好きなんだ。野心的なところも清潔なところもね。みんなよくやったわね。それでは囲いに行って別の動物を選ぶとしましょうか。それと餌やりと手入れをするときは気をつけてね。ミス・スウィーティング、一番向こうの囲いで新入生にニーズルを見せてあげて。ニーズル。ニーズルはあっちだよ。どれ？お、この尻尾の長い、なんだ、トラみたいな。なんだこれ。なんか尻尾の先になんか一丁みたいについてんぞ。ニーズルの次は2、3クヌートになるな。ハニーデュークスで何か買うには十分だ。悪いことしてよ、してる。あ、なんだよこいつ。ヒゲ引っ張って取ろうとしてんな。ちょっと一体何してるのよ。変人のポピーかよ。くだらないネズミの心配か。この子の名前はペルセポネよ。格好からして先生なんだよな。ペルセポネよ。それは笑えないね。うん、1ミリも笑えない。面白くない。行くぞ。全然面白くない、本当に。あの2人はガチトーンで言ったわ。授業に出る資格ないよ。密漁者みたい。ペルセポネはすぐに見破ってた。いなかった、ペルセポネ。ありがとう。ごめん、どれかわからないけど。ペルセポネがどれかわからないけど。仕掛けするんだ。はい。あ、じゃあこうしてからの。こうして。ブラシーン。ブラシーン。ブラシーン。オッケー。オッケー。そしたら食事？待って、間違えちゃった。あ、ご飯どうぞ。はい、さらにご飯どうぞ。うん、すっかりニーズルに好かれたね。一目見ただけでいいとかわかるな。あ、オッケー。どうぞ。私もだけどね。
そろそろお別れの時間よ。はい。皆さん、囲いを閉めて外へ出ましょうか。さて、新入生はどこだろうね。ああ、そこにいた。少しいいかしら。いや、もう見かねのこの分かりやすいこの格好ね。うん。小汚い格好してるけども。あの先生、僕にご用ですか。ええ。初めての動物学の授業、どうだった？楽しかった。最高でした。今後の授業がとても楽しみです。うん、よかった。しっかりと管理された動物は生活の中で重要な役割を果たせると理解しているようね。しっかりと世話をすれば魔力を持つ材料を提供してくれるものもいるわ。助かる。家のために苦痛を与えるなんてもってのほかよ。あの時はよくやってくれましたね。でも次は私に任せなさい。お前ね、どんどんねスリザリンに限定させりゃいいんだ。ゼロ点くらいならいいんだよ。連中と同じぐらいひどい。残念だけど被害を受けるのは私たちなのよ。死んだ動物につまずくし、資源ももったいないわ。誰かが密猟者を処罰できるはず。例えば魔法省とか。うん、楽天的な考えね。今は私たちが自分で対処できる目の前の問題に集中するとしましょうか。はい。ウィーズリー先生から他の5年生に追いつくのに役立つような課題を用意してほしいと頼まれたの。私のフクロウを待っていて。それまでは空いた時間を使ってできるだけ多くの動物について学んでおくといいわ。わかりました。ありがとう先生。ねえ、こっちだよ。あ、何？どうした？ポピーどうしたの？ポピーどうかした？ありがとう。私があいつらに言えなかったことを言ってくれて。いえ、どういたしまして。アヒルの砂漠のオーグリーみたいだった。え、いい意味だといいな。おばあちゃんと私の口癖、誰かや何かに嬉しい驚きを表す表現なのよ。少なくともそういう意味で使ってる。ひどいことをするのは見過ごせないよ。似た者同士なのね。あのね、実はあなたに会ってほしい相手がいるの。森の中で。森の中で。面白そう。いいね、案内してよ。そうだと思った。行こう。誰でも連れて行くわけじゃないんだ。実はあなたが初めて。あら、そうなの？本当？それは嬉しい。いいの？最初か俺で。さっきも言ったけど、私たち意外と似た者同士でしょ。すごい天気だよ。そう思わない？いい天気だ。どこへ連れてくつもり？めちゃめちゃいい天気。めちゃめちゃいい。うん。うん。結構雲あったわ。めちゃめちゃいい天気だねって俺も今思って言おうとしたら普通に言うんだっけ。何がいるの？ん？何も見ないぞ。なんだ？下がってて。はい。あ、すごい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 。この子がハイウィングだよ。どう？すごく素敵だと思わない？めっちゃかっこいい。さあ、自己紹介して。でも気をつけて。ヒッポグリフに近づくときは礼儀よくきちんと挨拶しないと。はい。お、お辞儀をする。大丈夫か？え、お辞儀をする。はい。あ、向こうもするまでやれってことね。おー、そういうことか。それで次は？やっぱりヒッポグリフがこんなにすぐ懐くのなんて初めて見た。餌やりと。やってみよう。たまに様子を見に来てるんだ。あ、いいねいいねいいね。あ、もう最高。あ、もう最高。めちゃめちゃ話遮ってるね。ダメじゃわからないけど、この子はすごいおしゃばり屋なんだよ。あ、もう最高。あ、もうカモだ。もう最高。あ、もう俺これだけでいい、このゲーム。あ、もう。またね。ありがとう。お尻めっちゃうまいやな。
ングの感想は？最高だったよ。紹介してくれて本当にありがとう。気が合いそうだと思ったんだよね。禁じられた森の上でヒッポグリフが飛んでたのは君が原因？うん、かもね。一度ヒッポグリフに信頼されたらどんな時でも見守ってくれる。あの子といてよくわかった。ハイウィングとはどうやって知り合ったの？いろいろあってね。数年前に密猟者から助けたんだ。安全な場所に連れて行って、その後はもう大丈夫だったの。最近までは。知ってると思うけど、この辺りで密猟者が問題になってるんだ。あの子のことが心配で、次は助けてやれないかもね。ホーウィン先生も密猟者のこと話してた。魔法省の助けは期待できないって感じだったな。ホーウィン先生とは普段意見が合わないけど、今回は正しいと思う。密猟者は影響力を増す一方、村で毎日見かけるんだ。我が物顔でうろついてる。絶対に何か企んでるんだ。間違いない。うん、それでも滅ぼそう。それは確かに変だね。何か企んでるみたいな。滅ぼすしかないでしょ。そうだよね。調べてみようと思う、うん、何を企んでるのか確かめないと。いいよ。それはいい考えだね。情報は力になる。情報を集めればその分ハイウィングを守りやすくなる。おじけづいてないみたいだね。分かったことを教えてくれる？うん、分かった。そうする。もう行かなきゃ。またすぐに話せるといいね。おー、なるほどね。クエスト完了、動物学の授業。いいね。やった。もしかしてあれが届くかな。乗ってたれば、乗っててれば。はい。まあ、とりあえず、今回はここまでにしたいと思います。ちょっとかなり短い。10分かかってないんじゃないかな。もしかしたら、ちょっとカット等々入れてしまうとね、10分かかんない動画になってしまうと思うんですけど、今回はここまでにしたいと思います。それではまた次回もお楽しみに。